代表、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はクッションフロアを剥がすとのことなんですけど、はい、じゃん、もう半分以上は剥がしてあるんですね。はい、剥がしてるんですが、はい、クッションフロアが二重張りになってて、クッションフロアの上にクッションフロア貼ってあるってことですか？そう、クッションフロアの上にクッションフロアが貼ってあり、剥がしたらいいこの下紙が残ってる、これ大きい、必ず剥がすと1枚残るんですけど、はい、これも剥がす感じで、綺麗に剥がす今回動画を撮ります。じゃあひたすらクッションフロア剥がす動画ですねそうですね。これちょっと時間かかりそうなんで、じゃあ僕と2人でやりましょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますクッションフロアの上にクッションフロア貼ってある。手剥がし終わりましたね。あとは細かいのを剥がしていくだけですね。代表、あ、はい、クッションフロア2人がかりでやったら結構早く剥がし終わりましたね。2人ですね。今日はありがとうございました。本当にありがとうございます。クッションフロアの上にクッションフロア貼ってあるっていう、ちょっとそう、クッションフロアにクッションフロアが貼ってるんで、あのすごいパワーを感じたね今日。ちょっとめんどくさがりなんか力に剥がしちゃいましたけど腰痛めるよと思いながらも、あの、ありがとうございました。いえいえ。なので剥がすときはやっぱりあのこまめに剥がすか、まあ、力をでやるか、あと機械を使うかでいろいろやり方がありますんで、うん、あの現場現場状況を見ながら皆さんも剥がしてみてください。そうですね、はい、はい。じゃあよければ高評価チャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。お願いします。